皆様お騒がせです。鈴木純海精肉店、昼のおやつに晩のおかずに栄養豊富有料店。あの街この街昼げどき、埃混じりの風が立つ。身ぐるまがたくり鈴の音、現れいでたる成り立ちは、腰に前かけたれの味、踊る釣り戦争水路、給湯一本さらし巻き、膝下ゴム長抜かりなし、飛び交うハエをやり過ごし、群がる犬を追い払い、雨の日風の日あられの日、29日は特売日。時に皆さん聞いてください、愚痴になります精肉店。これでも元は名大王だな、人も羨む三代目。巷の女にイカフライ、一飯飲んで合いびきの、鳥から春巻き肉団子、親の寝台牛叩き、女房子供はバラ肉に、店の権利は細切れに、いつしか頭も霜降りて、一人ぼっちの柄となる。飛び交うハエをやり過ごし、群がる犬を追い払い、あの子良い子だ髪顔、可愛いけれど筋がある。さあ皆さん買ってください、味が自慢の精肉店。かかり多めの油少なめ、奉仕価格の有料店。もつ鍋しし鍋文化鍋、ヒレカツハムカツ桜散る、青タン赤タン牛のタン、カッパからカサミのレバー、馬刺し鳥刺しアルミ刺し、ジョの前にの前揚げシューマイ、今さらなおさらポテトサラ、手羽先小手刺し所沢、飛び交うハエをやり過ごし、群がる犬を追い払い、娘16肉からず、賞味期限が気にかかる。毎度皆様お騒がせです、鈴木純海精肉店。昼のおやつに晩のおかず